こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。今日はちょっと、はい、パーティーに着物を着ていきたいという、イエイ。ご要望にお答えいただきたいと思ってまして、はい。ダンスさんにはまず年末に向けてね、パーティーは何ですかってところで。年末に向けて大きなイベントといえば、私も大好きクリスマスパーティーでございます。クリスマスに向けてちょっとおすすめのね、はい、デートをご紹介していただきたいと思います。はい、お願いします。早速もう、はい、ご用意いただいてるんですけど、じゃじゃん。こちら。もう、はい、私の中でちょっとストーリーが出来上がっておりまして。まあ、想定されるイメージとしては、はい、丈太郎にもよく足をね運んでいただく方多いんですけれども、うん、ちょっとしっとり大人な女性で、うん、でも仕事もバリバリ、うん、でも遊ぶ時は思いっきり遊ぶみたいな、もうパワーみなぎる女性をイメージして、はい、コーディネートしてみました。多分私のことかなと思ってると思うんですなんかでもちょっと恥ずかしいですね。なんか自分の心の内をこう表してるみたいな、なんか恥ずかしいんですけど、はい、ちょっと見せちゃいますね。じゃあまず早速お着物から行ってみましょうか。はい、はい、お着物はですね、うちで人気のコンポジション着物ですね、はい、あのポリエステル素材なので、うん、洗濯が可能、洗えるという、はい、あのもう私のもう一つ設定がもうお酒が大好きっていう、はい、まあ、その方のイメージが、はい、イメージがあるので、はい、もうワインを浴びようが、もう何を浴びようが無敵なコンポジション着物でございます。でこのお着物なんですけども、この柄が結構あの崩し滞在柄っていう、はい、でもモダンな感じ可愛いですね。そうなんですよ、結構これが発表された時は、うん、他にも3柄ぐらい一緒に出たのかな、他の方にちょっとフォーカスが人気が出ちゃったんですけど、うん、意外とこれ着ると可愛くって、うん、なんか一番ファッション性が高いというか、うん、ワンピース感覚でなんかありそうなものなので、うん、あとちょっと私の中でトナカイをイメージして、これね、でも分かりますよ、ニュアンス分かります、分かりますなんかそういうイベントごとも楽しむような女性、はい、こんな一個持ったらグッと差がつくので、いいですよね、はい、これちょっと見せたいなって思って、はい、で実は緑も入ってたりするので、あ、ポイントとしてはね、いいですね、はい、で次帯なんですけど、はい、帯は、白ボールの帯でございます。で私の中でしっとりとした大人の女性ということで、うん、半幅とかもいいんですけど、そこはしっかり袋帯を締めていただけたらなと思っております。でなんといっても白ボールの袋帯なので、ちょっとキラキラがね、嬉しいですね。そうなんですよ、パーティーといえばここは外せないでしょうという、ただギラギラじゃないんですよ、キラキラなんですいただきましたそこがね、ちょっと丈太郎の銀ギラ銀にさりげなく、さりげなくがテーマなんで、はい、銀ギラって言っちゃいましたけどこのキラキラ具合もね、出すぎず控えすぎず、もうちょうどいい塩梅を攻めてるものなので、まあ、こういうのもちょっと投入していただいて、そうするとグッと華やかになりますし、うん、気分も上がりますので、いいな、こういうのいいと思います。そして次小物ですね、帯締めと帯揚げ、もうそれぞれうちでも本当人気なんですけども、まず帯締め、ハート巻きの帯締めですね、ちょっとチェーンみたいになってまして、はい、まあ、これも本当老舗の帯締め屋さんで作ってもらってるので、締め心地ももちろんいいんですが、なんといってもデザイン性ですね、ここにもちょっと赤を入れたりしてイベント性を持たせてみました。いいですね、はい、で差し色に黄色が入ってるので、これもまた目を引いて可愛いかなと。で結構帯締めがハード系というかなので、帯揚げはちょっと素材感で見せるというか、ラメが入ってる感じ、そうなんで、よくお気づきで、うん、今私出してるのはこのベージュっぽい方なんですけど、はい、実は2色、あ、なるほど、よりなんかちょっとしっとりいきたいっていう時はこっち出していただいてもいいんですけども、うん、まあ、パッと明るくするならこっちもいいかなと。でさらにもう一歩行く方は左右で違う色を出すとか、あ、なるほどね、はい、そういうこともできるので、こちら手触りもいいんですよ、触ってほしいだってこれはちょっとキラキラもあるし、素材感も結構ふっくら入る、はい、入るので、これもすごくいいかなと思いました。で例えばなんですけど、はい、まあ、帯締めはこういいんですけど、うん、まあ、もうワンパターンちょっともうちょっとなんか一個引きたいかなって方は、ちょっとしっとり系、色味自体はそんな変わんないんですけど、まあ、トーンを合わせて白モール目立たせるみたいな、なるほど、はい、でも色味はねちょっとね、そう、そうなんです、
しっとりと。で、横にラインがスッと入るので、スッキリも見せてくれます。こういった展開も面白いですね。で、最後、これトーションタルですね。こちらですね。はい。人気ですよね。人気ですね。これももう今、エンジ、グリーン、グレー、ダークグレー、あと、レースがグレーのタイプ、5配色展開してるんですけども、まあ、今回クリスマスってことで、あとまあ夜を想定してて、うん、まあ皆さんむくんでる時間じゃないですか。これはソックスタイプなんでね。足に優しいんです。そうなんです。ハゼもないので、はい、足も快適にということで、はい、でちょっと今ないんですけど、はい、この上にちょっとこうショールなんかを羽織って。もちろんまあ12月だと寒いからコートとかでもいいんですけど、ちょっとショールキラキラのショールとか羽織っちゃっていただけたらいいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。堀さん、すいません。堀さん、はい、ちょっと今相談してもいいですか？あ、はい、ケビンさん、いらっしゃいませ。何でしょう？ちょっとこの間ダンさんに、はいはいはい、パーティー感あるスタイルを相談したんですけど。あ、パーティー。そう、12月のクリスマスに向けたなんかおすすめの着物のコーディネート、クリスマス、はいはい、紹介してほしいとお願いしたんですけど、はい、なんかあのお正月やっぱりね、お着物着たいっていう人たちも増えてくるので、あ、多いですね。やっぱり一番多いかも、うん、多いですよね。多いです、多いです、本当に。なんか新年にそういう着物着たいなって時に、はい、どんなものがおすすめできるかなみたいなところをちょっとお聞きしたいなと思ってまして。長太郎的お正月コーデ、はい、いっぱいあるんですよ実は。選びきれない、どうしようかなって。あれ、ここにあのこれ、はい、これ一番ちょっとあの向いてるかもしれないです、お正月。これが、はい、まあ、私の大好きなコーディネートで。偶然ですか？偶然ですね。これはすごいですね。そんな偶然あるんですね。ねえ、たまたまなんですけど。たまたま。あ、でも私一番大好きで、うん、2023年の10月、うん、コレクションに、ね、はい、発表されたばっかり、うん、あ、9月30日ですね、はい、今ちょっと流れてますけど、一発目で登場したというコーディネートで、うん、まあ、超かっこいいんですよ。流水だね。流水と縦流水と、まあ、色味、うん、かっこいい着物いっぱいあるんですけど、はい、ちょっとあえて、まあ、お正月のパーティーですから、ある意味そうですよね、日本の集大新年の、はい、なのでまあちょっとそういう仕様もこもってて、うん、着物と帯がなんと同じ色柄ね、そこが珍しいですよね。はい、超かっこいいなと思って。ショーの一番最初にモデルさんがトップで来たんですよね、はい、こちらね、はい、これおすすめです。シンプルです、ね、でもこれ、これコーディネートも全部そうですか？帯締めもその時の。あ、そうですね、確かに偶然、はい、偶然です、これも。すごいな、それぐらい気に入ってるってことですよね。そうです、はい。色味的に少し明るめなボタンみたいな。そう、なんだかんだあの季節は丈太郎先生の中で秋だから冬だからこの色はないんですけど、うん、もうなんだかんだお正月とか華やかなシーンでは明るい色を着られると気分上がるかなっていうのはありますよね。うん、ね、うん、なんかどの辺の結構堀さん的に正月見てこれいいなって好きになったポイントだったんですよ。なんか結構インパクトはあるんですけど、でもじわじわ来るんですよね。じわじわ、はい、どの辺が、まあ、柄もそうですけど配色ですかね。なんか私の中では、うん、結構じわじわ来てて、来たらかっこいいかなと思います、うん、これ三歳先生ですね、八掛けは。なんだかこの辺の模様感で、ね、少し似たようなニュアンスの感じのような八掛けですけど、うん、なんかこういう女性いたらかっこよくないですか、ね、目立ちますよね、うん、正月から。そうなんです、そうなんです。結構ねシックな着物も多いんですけど、こういうの着ると気分が上がるので、うん、まあ、そういう時用で、まあ、使い分けるみたいな感じで、まあ、チョイスしてもらってもいいかなみたいな感じです、ね、ちょっとクリスマスのダンサーと今回の正月の華やか明るいトーンの堀さんと、はい、ぜひ、ね、ちょっと冬の秋冬シーズンね、お出かけ楽しんでもらえればと思います、はい、楽しみですね。ご紹介ありがとうございました。ありがとうございました。